ホーム冬の奥飛騨温泉口駅駅前に生体保存されていた熊戸101奥飛騨温泉口駅は岐阜県飛騨市上岡町市のの目にあった上岡鉄道上岡線の駅。上岡線の終着駅であったが2006年に廃駅となった。現在は観光用の軌道自転車の体験運転ができる。短式ホーム一面一線と留置線を有する地上駅であった。 かつては、島式ホーム一面二線を有したが、末期には一部が埋め立てられ、片側のみが使われた。無人駅であるが駅舎には、自動券売機が一台設置されていた。上岡鉄道では、上岡鉱山前駅と並び乗車券の購入できる、ただ二つの駅となっていた。上岡鉄道移管後の2002年に完成した二代目駅舎は、木造一階建てで、 線路の奥に垂直に設けられていた。内部には、待合所の他上岡鉄道本社があり、同社が経営する旅行センターも営業していたが、旅行センターは末期に廃止された。また、初代駅舎は元の位置に残されており、こちらでは、喫茶店、アスナロが営業していた。トイレは、旧駅舎側にあった。その他、ホーム上に、布袋の木造を祀った祠が置かれていた。 旧阿蘇の野村の中心地に所在した。高原川の西側にあたり、川の対岸や駅の西側に住宅が多い。駅前に路線バスが乗り入れており、奥飛騨温泉里に行くことができる。ただし、上岡町の中心部から外れている上に、JR 東海高山本線高山駅から別ルートで直通するバスも存在するため、当駅は、 国左の玄関口としては全く機能しなかった。隣の上岡大橋駅までの沿線に歩道が設けられており、ハイキング間隔で通行できる。駅前広場には貨物列車牽引に使用されていた熊戸101が生体保存されていたが、2007年2月に解体された。国鉄時代の路線の距離が 20.3km に対して、 神岡鉄道時代の路線の距離は 19.9km というのは、国鉄時代は二代目駅舎から南へ 400m、ディーゼル機関車が保存されていた位置を含めて線路が伸びていたためである。また、途中に踏切があった。これは道路線が新付線として平湯まで延伸する計画があり、一部は神岡セラミックからの貨物輸送の専用線として使用していたためである。 4月から11月までの水曜日以外には当駅から上岡鉱山前駅まで観光用の軌道自転車、レールマウンテンバイクの体験運転ができる。2017年4月からは東の進めるロストラインパーク構想の一環として廃線時まで運行されていたケムマイ1 0 0系ケムマイ1 0 1奥平来1号が展示される予定となっている。上岡駅に関するカテゴリー ありがとうございます。